こんにちは、赤沼慎太郎です。今回は銀行が融資に消極的になる会社の特徴についてお伝えします。銀行が、ね、融資をするかしないかの、ね、判断に関してはです、ね、決算書の数字によるところが、ね、大きいので、決算書の、ね、内容が良ければです、ね、それだけ有利な、ね、こう条件で融資を受けやすくなるということになります。ただです、ね、そうは言っても決算書の数字以外のところもです、ね、当然見るところがあるわけですね。なので決算書の、ね、内容が良くてもです、ね、この会社に融資をしても大丈夫かなというふうに、不安になってしまうようなポイントが、ね、ありますと、場合によってはです、ね、融資を受けることができないということにもなってしまいます。今回はですね、銀行が融資をするのに不安になってしまうような会社のですね、特徴についてお伝えしますので、ぜひですね、これを知っていただいてですね、自社はそうならないようにですね、ご参考としていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は銀行が融資に消極的になる会社の特徴についてお伝えします。まず一つ目の、ね、特徴ですけども、これは社長がですね、自社を把握していない会社ですね。特にですね、社長自身が経理に直接関与していないという、ね、会社の場合はですね、社長がですね、自分の会社でありながら、自分の会社の数字をですね、こう分かっていないというケースはですね、これ意外と多いんですね。例えばですね、先月の売上はどうでしたかですとか、利益はどのぐらい上がりましたかというようなね、このようなですね、基本的な質問にも答えられないなんていうケースもあるわけですけども、それですとやっぱ銀行もね、あれこの社長大丈夫かなということで、不安になってしまうということになるわけですね。全てのね、こう細かい数字を頭に入れておく必要はもちろんないんですけども、おおよそのね、基本的な数字に関してはですね、ある程度ね、こう把握しておくことが必要だというふうに思います。これはですね、銀行取引に関係なくですね、社長としては必要なことなのかなというふうに思います。あとですね、細かいところまで覚えられなくてもですね、すぐにこう確認できるような状況にしておくってことがね、必要だというふうに言えます。これは数字ばかりではなくてですね、例えば自社の業界での現状ですとか将来像、ビジョン、こういったことにも当然言えるわけですね。自社が抱えている現在の状況を踏まえて、今後どのような、ね、事業展開をしていくことを考えているのかということはですね、これはもう当然ね、銀行さんとしても気になるところではあるわけです。しかしそういった、ね、将来のビジョンがないということになってしまいますと、やはり、ね、ここは、ね、がっかりしてしまうということになります。はい、では2つ目の、ね、特徴ですけども、これは社長の所在がわからないということですね。会社に、ね、こう電話したときに社長が不在だということは、ね、あると思うんですけども、これがですね、その社員さんがですね、社長の所在をちゃんと把握していないという状況はですね、当然良くないわけですね。そういったことが、ね、何度も続くようですと、金融機関はですね、疑念を持つわけですね。どういった疑念を持つかといいますとですね、例えば資金繰りが悪くて社長が金策に走っているのではないかとかですね、あとは健康状態が悪くて、病院通いしているのかなとかですね、あとは仕事そっちのけで趣味に没頭してしまっているのかみたいなね、そういったことを、ね、疑うわけですよね。あとは行き先がしっかりと、ね、把握されているということであってもですね、例えば商工会ですとか JC、 あとはライオンズクラブとかロータリークラブ、こういった、ね、活動をされている社長さんもいらっしゃると思うんですね。でこういった活動がもちろん悪いわけではないんですけども、これがですね、あまりにもこう忙しすぎてですね、本業に手が回っていないという状況がですね、すごく強いということになってしまいますと、これはですね、当然ですけども、業績への、ね、影響が心配されるということになってしまいます。なので、ね、ここはバランスよく活動するということが、ね、重要になってくるのかなというふうに思います。はい、では、ね、3つ目の特徴ですけども、3つ目はですね、後継者がいないですね。これはですね、社長が高齢化している中小企業が多くなっているというのはですね、よく言われることであってですね、日本としてもですね、国家的な課題の、ね、一つにはなっています。当然これは金融機関から見てもですね、非常に大きな、ね、不安要素になってくるわけですよね。例えばですね、70代の社長さんから設備資金を申し込まれて、例えばですね、10年でこう融資を組みたいと言われてもですね、これはやはりですね、金融機関としてもですね、躊躇しちゃいますよね。返済が終わるね、10年間、この間ですね、元気で現役を続けていられるのかということは当然これはね、心配になるわけですよね。その点ですね、後継者がいるというだけでですね、金融機関としてはある程度ね、こう安心できるということになりますので、融資にもですね、積極的にね、こう対応しやすくなるということになります。ここまでのね、3つの特徴に関してはですね、全て社長に関するお話でしたけども、やはりですね、中小企業のキーマンは何といっても社長なわけですので、社長の人柄ですとか仕事ぶり、こういったね、経営者、社長としての資質っていうのはですね、非常に注目される部分ではあります。
まあ、もちろん社長ばかりではなくてですね、会社、まあ、組織としてどうなのかというところも見られます。ということでね、4つ目の特徴はですね、社内の雰囲気が悪いということですね。まあ、新勤さんとかね、地銀さんというのはですね、会社にね、こう訪問してくることがありますよね。まあ、彼らはですね、別に暇つぶしで来てるわけではなくてですね、その会社さんの、まあ、状況がどうなのかなというところを、まあ、見に来てるわけですよね。まあ、その時にですね、例えば訪問しても、社員が誰もね挨拶してこないだとかですね、まあ、こう社内の雰囲気がどんよりとしていてですね、社員に覇気がないなんていうことがありますと、これはね銀行員さんとしてはですね、こう危険を察知するということになってきますよね。まあ、いろんなね会社さんを見てきてですね、まあ、そのようなね状況の会社っていうのは、まあ、業績が下がっていくってことをね、まあ、よく知ってるわけです。まあ、そういったことからですね、こう社内のね雰囲気っていうのもね非常にね注目しているわけですね。はい、では5つ目の、ね、特徴ですけども、これは資料の提出が遅いですね。まあ、融資の、ね、審査においてはですね、まあ、決算書の他にも、まあ、資産表ですとか資金繰り表、まあ、場合によっては売掛先の一覧表とかね、まあ、そういった感じでケースによってね、いろんな資料の提出を求められることがあるんですね。まあ、特にですね、資産表というのは毎月の結果ですので、これはまあタイムリーに、ね、こう確認できるという体制を作るのはすごく大事なことなんですけども、これをね作ってないという会社さんもね意外と多くてですね、まあ、要求されて初めて作るなんていう会社は、まあ、少なくないんですね。まあ、こういう会社はですね、自社の状況をタイムリーに把握できていないという証になりますので、まあ、貸す方、まあ、金融機関さんとしてはですね、まあ、当然これは心配になるということになりますよね。まあ、あと資金繰り表はですね、これは作っていない会社がすごく多いんですけども、この資金繰り表がないとですね、将来のお金の流れっていうのがね予測できないんですね。なので融資のね申し込みをするにしてもですね、まあ、何のために使うのか、まあ、それのためにいくら必要なのかということがですね、これ明確にね伝えることがね難しくなるわけですよね。まあ、ということでね、こう6つ目の特徴につながるわけですけども、6つ目の特徴はですね、融資を申し込む理由ですとか、あとは資金使途をね明確にできないというところですね。まあ、融資を申し込む際にですね、まあ、銀行に対して、まあ、なんとなく足んないから貸してって言ってもですね、まあ、当然ですけど銀行もですね、はいそうですかとは貸せないわけですよね。まあ、何度かこのチャンネルでもお伝えしてますけども、融資を申し込む際にはですね、この資金使途を明確にするというのがね非常に重要になってきます。この資金使途をですね明確に伝えられないようですとですね、まあ、銀行もねスムーズには貸せないということになりますので、しっかりとねこう資金使途をはっきりすると、そしていくら足らないのかっていうことの根拠をねしっかりと示すということをねすることが大事になってきます。まあ、銀行のね融資判断はですね、まあ、決算書の数字をね、まあ、重要視するわけなんですけども、まあ、最近はねこの数字に現れないね会社の組織力ですとか、あとは将来性、まあ、こういった部分もですね重要視する傾向になってきています。まあ、こうしたことはですね、まあ、普段の取り組みがねすごく重要になってきますので、ぜひですねご参考としていただいてですね、まあ、今回のね特徴に当てはまってしまうっていう点がありましたら、ぜひねこう見直してもらいたいなというふうに思います。はい、以上ですね6つの特徴についてお伝えしてきました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。